日本東京都荒川区西日暮里西日暮里は東京都荒川区の町名。住居表示実施済み区域。現行行政地名は西日暮里1丁目から西日暮里6丁目。郵便番号は116-0013。荒川区南西部に位置し、下町的界隈が広がる町である。町域の北を東ヨ荒川及び北区と、 東を荒川と南を東日暮里を呼び台東区と西を文京区と接する。町域を東西に分断する形で京浜東北線の路線が南北に循環しておりその伊東と異性で若干街並みが異なる。路線伊東には主要幹線道路に加え鉄道では貨物鉄道線、畜南端の日暮里駅からは京成本線や常磐線、さらに 日暮里、トネリライナーなどの路線が縦横に走り回っている。このため、これらの鉄道路線を潜るかまたぐかしない限り、町域の端から反対側へ移動することはできないほどの鉄道過密地帯であり、幹線道路以外の道はどれも狭く曲がりくねっている。伊勢は南北に、西日暮里3丁目、4丁目の町が、山の手台地に登る傾斜地に広がる。 南側の西日暮里3丁目は、町域の大半は、自社が占め、北側の西日暮里4丁目は、学校法人改正学園が所在する。住宅地の地価は、2017年1月1日の、工事地価によれば、西日暮里6の34の4の地点で40万7千円、平方メートルとなっている。現在は、平均88万5千334円。 https://tochidai.info/.elia/.nishi-nippory/. 日暮里藤見坂は、西日暮里三丁目に所在する坂であり、東京に多くある藤見坂の一つである。日暮里駅の夜中側に位置し<企>、実際には、 東京都内において歩行者が坂に立った状態で実際に富士山が望める最後の富士見坂となっている。日暮里富士見坂は良好な富士山眺望の得られる地点として国土交通省が2005年に選定した関東の富士見百景において東京都内で7カ所選定された東京富士見坂にも含まれている。また、この坂からは 毎年1月30日頃と11月11日頃、ダイヤモンド富士が観察できることでも知られる。しかし、現在は、新宿の高層ビルにより見えなくなっている。戦術の富士山や、鮮やかなスカイツリーなどが見える。慶雲寺、京王寺、おさむせい上皇寺、小学寺、西雲寺、南仙寺、法王、三寺、本行寺、洋福寺、 諏訪神社江戸時代は道館山の花見などで賑わっていた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校は以下の通りとなる。私立中学校、高校は以下の通りとなる。系統、総63。 里ト48乗り場については下記を参照のこと https://www.course.metro.tokyo.jp、ok、コロスラッシュバススラッシュ noriba スラッシュ i スラッシュ map スラッシュ nishiniporispng ありがとうございます